系トイガン、フリートロック、ミディアムタイプ、ブラックカラー。この動画に登場する銃器類は実銃ではなく、日本で購入可能な合法的な玩具です。はい、皆さんごきげんよう、ジョニーな人です。今日は初めにお詫びです。この1日2日で過去の動画をガンガン再アップロードしています。同じ動画を何回も上げるなと思っておいででしょう、すみません。これらの動画って YouTube 運営側から制限かけられた動画なんですよ。どうぞ、ご勘弁ください。それでは、今日のトイガンネタに行きましょう。だいぶ前にボイスキーさんからご提供いただいていたこちらです。中身はフリントロック銃です。フリントロックといえば、おととし無能レモンさんからいただいたこれ。こういう装飾がごちゃごちゃ入った大航海時代の銃というイメージが強いと思います。この火打ち石部分も特徴的ですね。しかし、現在流通しているフリントロック銃は一味違うんですよ。こいつです。派手な装飾のゴテゴテ感がなく、シンプルな外観です。ちょっと近未来の SF チックなフリントロック銃。メタルバレルがとってもスパルタン。でも銃本体はマットグレーのモノトーン。造形的には昔のフリントロック銃を基本にしていながら、どこか垢抜けたスッキリしたデザインです。ボイスキーさんからはこのミディアムサイズとロングサイズの2本ご提供いただいています。今回はこのミディアムサイズの開封レビューといきましょう。それでは VTR スタート。はい、そんなわけでこれがミディアムサイズのパッケージですが、でかいです。いつもの作業台の上からはみ出す大きさです。ミディアムタイプは Amazon で現在8000円で販売されています。ああ、あまり使い道のなさそうなターゲットが入っていました。これがフリントロック銃本体ですね。クラシック銃なのに、どこか近未来感がありますね。これは、いつもの使わないゴーグルメガネ。おっと、弾はいつものスポンジ弾ではないですね。FMG9 に付属していた弾によく似ている気がします。これは 20mm レール。クラシック銃なのに 20mm レールを装着可能ということは、やはり未来の銃なのかもしれませんね。弾の方に戻りますが、弾は全部で10発付属しています。ゴーグルは、説明省略。20mm レールは、樹脂製ですね。銃本体のこの位置にネジ止めするようです。さて、その銃本体を見ていきましょう。フリントロック銃の象徴とも言える火打ち石機能の部分はこんな感じです。石がかなり大きいですね。前の方もしっかり稼働します。このテンションは、樹脂製でしょうがこのバネの部分が機能しているようです。トリガープルは軽めですね。マニュアルセーフティーなどはないようです。火打ち石部分以外は余計な装飾がないようです。本体左側も派手な造形ではありません。前の方に目を移すと、金属製のバレルが目を引きます。マズル部分はかなり太い口径ですが奥の方は当然細くなっています。これを引き抜くと長い棒になっていて、コッキングと球弾に使用します。金属製のかなりしっかりした棒ですね。結構奥の方まで差し込めるようです。それでは実際に使ってみましょう。奥の方はこの弾の太さに合わせてあるようですね。今のカチッという音でコッキングされました。トリガープルは軽めです。火打ち石部分をコッキングしなくても作動には影響はないようですね。それじゃあ、弾を使って実際に撃ってみましょう。おや？何かのネジが出てきました。しかも2本ありました。何のネジかな？と思いましたが、どうやらこの 20mm レールを装着する際のネジのようです。
スポンジ弾は通常のナーフ弾とは違ってこんな形状の FMG9 系の弾です。装填してみましょう。入り口付近は結構きつめですね。さっきの棒で奥まで押し込みます。置くといっても、コッキングの時と違って途中で弾は止まってしまうようです。それじゃあ、撃ちますよ。あれ？弾が出ません。逆さにして振動を与えても出てきません。押して再コッキング仕様にも、弾が邪魔で奥の機関部まで棒が届かないのでコッキングもできません。あちゃー。弾が詰まったら、どうにもならない構造のようです。いきなり分解する羽目になりました。分解そのものは難しくなく、表に見えているネジを外していけばバラせる構造でした。バレルが引き抜けました。コッキング用のスプリングが顔を出しています。結構長いですね。バレルを逆さにすると、ピストン部分がぬるーっと出てきました。このピストンを棒で後ろに押してコッキングしていたようです。でも後ろから弾が出てくる様子はありません。中に弾の太さの物体を止めるリブがあるようなので弾は後ろ側へはいかない作りのようです。後ろから前に押してやれば、出てきました。しかし、弾詰まりしたら毎回こんなことをしないといけないのか。とりあえず、一旦元に戻します。コッキングしてから、もう一度、弾を奥の方まで押し込んでみます。弾は何かに当たって止まります。ダメですね。弾が出てきません。シリンダーの容量が見合っていないか、スプリングの力が弱いのか。そこで、こんなものを準備しました。ボイスキーさんからご提供いただいているフリントロック銃の長い方に付属していたパーツです。丸い玉と、こんな太めのスプリングが入っていたんですよ。このスプリングと玉を使って撃ってみましょう。スプリングは元々のものの方が長いですが、バネの強さは今持ってきたものの方が強そうです。強そうなスプリングを入れて組み立てます。飛ばなかった FMG9 タイプの弾が飛ぶでしょうか。弾は奥まで突っ込んでみます。ダメですね。途中で引っかかっているようです。引っかかった FMG9 タイプの弾を取り出して、丸いタイプの弾の方を使ってみましょう。ここで、あえてスプリングは元々の弱い方に戻してみます。丸い玉ですが、太さ的には FMG9 タイプよりも若干直径が大きいように見えます。ただ、バレルの内壁との接触面積が少ないので期待できるかも。奥まで押し込んでみます。ダメでした。途中で弾が止まってしまったようです。あと数センチというところで止まっていますね。シリンダーの容量とバレル長が見合っていないんだと思います。弾は奥まで押し込まずに、途中までにした方が良さそうですね。途中に弾止め用のリブが見えますが、そこまで押し込んでしまうと発射できないようです。弾を奥まで押し込まなければなんとかなりそうなので、今度はスプリングを強い方で組んで、弾を奥まで入れないで試してみます。この組み合わせで撃てなかったらもうダメでしょう。丸い弾を使ってみます。奥まで入れないで途中で止めておきます。発射できました。やっと弾を撃てましたよ。FMG9 タイプも奥まで押し込まなければ撃てるのかも。撃てました。なるほど、弾を奥まで押し込んじゃダメなのか。それじゃあ初速を測ってみましょう。13.8
しょぼいですね。まあ、ナーフ系ならこんなものなのでしょうか。ゲロゲロ。はあ。また、詰まりました。ここのマズル付近もちょっときつすぎるんじゃないのかしら。ピンセットが滑っちゃう。イライラするやっと取れました。もっと手前にセットしないとダメなのかな。 6.6。 ここまで苦労してこの初速。33.7。 なんで、今度はこんなに高いの？ 40.5。 奥の方にセットしなければ、ここまで初速が上がるのか。スプリングを弱くするとどうなのかな？ 7.1。 なるほど、それなりにしょぼいですね。丸い球を打ってみます。21.7。 ほほう、まあまあの初速ですね。もう一回、FMG9 タイプ。16.2。球の設置位置次第なのかなぁ。そんな気がしてきました。で、動画を編集していて気がついたのですが、強いスプリングと丸い球の組み合わせの撮影忘れちゃいました。はい、いかがだったでしょうか？球のセット位置さえ気をつければ普通に打てちゃうことがわかりました。まあ、私に届いた答えだけかもしれないので、本来は奥まで押し込んでも大丈夫なのかもしれませんが、とりあえずグルーピングチェックに行きましょう。はい、特設シューティングレンジに来ています。フリントロック銃のミディアムタイプです。こうやって持つと結構長いね。火打ち石部分は実際の発射には関係ないので今回は使いません。それじゃあ、FMG9 タイプを3発、丸い弾を3発ずつ撃ってみますね。スプリングはもともと付属していた弱い方です。それでは FMG9 タイプの弾から撃ってみます。押し込み具合が難しいんですよねー。このくらいかな？距離は屋内 2.5 メートルです。中心の赤い丸部分を狙って撃ちます。すっぽく下に当たっちゃいました。そういえば、さっき下に一発落ちたな。二発目を撃ってみます。このくらいかな？今度はなんとか的に当たりました。3発目です。
あらやや。また、詰まっちゃいましたよ。しょうがないから、バラして取ってきます。ここでちょっとタイムです。はい、サクサクっと弾を取ってきました。でも、FMG9 タイプの弾はもういいや。なんか、奥まで押し込まない加減がむずいねー。丸い弾の方を撃ってみます。これを3発撃ってみますね。なんかいい感じですね。だいぶ右の方に当たっちゃいました。最後の3発目です。総じて丸い弾の方が安定してるかな。ただ、最初の弾のセッティングがシビアだなぁ。下手に奥まで押し込んじゃう突発になりやすいです。これが、私に届いたこの個体特有の不具合だったらいいんですけどね。まあ、フリントロック銃という昔ながらの手間を味わうという意味ではいいのかもしれないですけど。そんな手間を味わいたいですか？良くも悪くもクラシカル。それがこのフリントロック銃への私からの評価ですよ。撃つのに一発一発手間がかかるのは、この銃の持ち味だからいいんですけど。弾を装填する際の加減が難しい。どんな装填方法でも確実に撃てればよかったんだけどな。それと動画では触れませんでしたが、一度分解するとほとんどのネジとネジ穴が舐めてダメになります。そんな試練を味わえる、今の軟弱なトイガンマニアにはぜひ一度使ってほしい、マストアイテムだ。じゃあ、今回はこの辺でー。バイバイ、またねー。